それでは諸君、これが私から諸君へ送る最後の言葉です。胸に希望を持て。希望を捨てなければ君たちは決して負けることがないのだから。人生は大空と同じだ。穏やかに晴れることもあれば嵐に遭うこともあるだろう。しかし信じてほしい。君たちには翼がある。その翼は強い逆風にも決して折れはしない。どんな苦境に立たされようと乗り越えていける。君たちの目の前に今未来は無限に広がっている。さあ今こそ旅立ちの時だ。諸君、羽ばたけ。おい、ひで子さん。もちろん、お祝いに駆けつけたんだ。卒業おめでとう。おめでとう。お前の制服姿も見納めだな。もうここに来ることもないのかな。こいつがいなきゃ他に用もないしな。なあ、ここまで来たんだし教室行ってみないか。だからだよ。ダメだよ、部外者の立ち入りは禁止されてる。卒業生は関係者だろ。いいからさっさと案内しろ。やれやれ。へえ、ここが君の教室か。そうか。俺はなんだか小さく感じる。なんだよ。本当にそうだったらよかったのにな。先輩後輩なんかじゃなければ3年間ずっと一緒にいられた。そういう可能性もあったな。お前1年早く生まれてくればよかったのに。そうしたら今よりもっと僕たちの距離が近かったかもしれない。こんな風に3人じゃなくて2人きりだったかもな。ここにシタラがいなかったかも。バーカ、いないとしたら今野だ。卒業してしまえばもう先輩も後輩もなしだ。ああ、これからが始まりだ。覚悟しとけよ。まずは今日のお祝いをしなくちゃ。喫茶店にでも寄るか。学校帰りによく寄ったとこ。よし、決まりだ。それじゃ改めて卒業おめでとう。